We're back at it with one out. We are going to find out about this wiretap situation. So 120, 3, 2, 1, let's go. Oops. They're using an unbelievable way to steal signs. Oh my gosh. I like how Tokuchi's word is gospel. サインパターン変更などのベンチ内情報がすべて盗聴され、奴らの闇信号に反映されてるのさ。一体どこに？目立った動きをするな。悟られるぞ。しかし、盗聴されてるとなると、ベンチ内のあちこちに盗聴器が仕掛けられてるってことか。いや、そもそも盗聴器なんてもんは仕掛ける方にだけリスクがある。I know, Japanese, so I don't need a subtitle. So when I'm listening, like I'm not focused, I'm listening. Don't worry. 盗聴器はせいぜい一つか二つ。それも、見つかる可能性が限りなくゼロの方法で仕掛けられているはずだ。一つか二つ。So Cooch probably isn't wiretapped. なぜそう思う？特に攻撃時の作戦指令は打者だけに伝えられることもあるし、作戦変更の指示は伝言形式で行われることだってある。ましてや選手たちはグランドに向かって声を張り上げていることが多い。そんな中、一つや二つの盗聴器で作戦を盗聴するなんて無理がないか。そうでもない。ん？たとえどんな方法で伝達されようとも、一つだけ共通している。Verbal。共通していること？いかなる場合も必ず一度は監督を通るってことさ。だったら一つの盗聴器で監督の周囲の音声を拾うだけでいい。確かに。I was right。みんな、ここからサインはパターン2に切り替えるからな。ここからは1球ごとにパターンを変えるぞ。え？そう考えればサインパターンをことごとく読まれたのも説明がつく。昨日の試合、俺たちの作戦がハマったのは唇デブの知らないところで実行したからさ。図らずも敵の盗聴の網をくぐり抜けてたってわけさ。しかしな、監督の周囲の音声だけを拾うって言っても簡単じゃないぞ。服に仕掛けるってことか。そりゃリスクがでかいな。仮にうまく仕掛けられても回収しなければならないし、見つかる可能性もある。I'm trying to think of where it could be。どうやって？相手は動き回る生身の人間。そう、監督に限って言えば意外と不可能なことじゃない。なぜなら監督はベンチ入りしてるメンバーの中で最も動かない人間だからな。それだけじゃない。Probably on the wall there, right? Or close to the phone? 他のチームの監督もベンチ内で同じ場所にポジションを取る。それがあそこ。あそこは敵のベンチやキャッチャーからも見えにくい。言い換えれば秘密裏に行動しやすい場所。つまり盗聴器は。何する気だ。決まってるだろう。盗聴器を探す。No, you can use it to your advantage。簡単に見つかるような仕掛け方するわけねえよ。それに盗聴器を探し出してる間にだってゲームは進むんだぞ。じゃあどうするんだ。ミスミス相手に盗聴されっぱなしにするのか。Exactly。今やるべきはあいつをあそこから動かすことだ。特地はメンバーをベンチ中央に集め、サインパターン変更の指示をメモで三原に伝えた。なに？へえ、またまたサインパターンを変えます。ここからは特殊方針に。またですか？今度は大丈夫だ。盗聴器からは離れた場所で指示を出したからな。I was thinking, let the manager say whatever he wants. All they have to do is call timeout, gather around in the outfield, and, or sorry, on the field, and they can just discuss what they want to do. What's the sign pattern?簡単なことさ。連中の策が俺の想像をはるかに上回っている。ただそれだけだ。
So why don't they just never use signs? This guy's doubting Kuchi-kun. Kuchi-kun has a backup plan. Don't worry. Tokuchi の指示で Mihara はさらに違う場所にコーチ及び選手たちを集めた。ではそういうことで。He found it. そうか。その手があったか。特殊、何か分かったのか。ああ、なぜ監督を動かしても盗聴されたのか。そして盗聴器が仕掛けられている場所もな。どこなんだ。It's on his hat. この最悪の流れを止めなきゃな。おっと、何でしょう。三塁側リカオンズベンチ、練習用のボールが散乱しています。タイム。何やってるんだ君。試合中だぞ。ああ、すいませんね。うっかり。ただいま練習ボール回収のためプレーを中断しています。あいつ何やってるんだ。今しばらくお待ちください。井出口。ん？クイククイク。集まってもらったのは他でもない。監督がまたサインパターンを変えるとのことだ。なんで監督が驚くんですか。いや、そのまあでもたった今パターンを変更したばかりじゃないですか。そうさ。だがパターンをただ変えても効果がないので、パターンの変化自体を変えてみる。今度はカウントの合計によって変化させる。カウントの合計。例えば、oh, strike ball out. 合計カウント2でパターン2。Or never mind. 合計が4、もしくは5。Oh, yep, yep, never mind. I was right. I was right. カウント合計が4なら3を引いて残りは1でパターン1。カウント合計0ならパターン3とする。どんどん複雑になるな。さっぱり、ポカーン。さあ、ボールも回収され。まもなく試合再開のようです。どういうことだ。今サインパターンの変更を指示した場所は、その前に監督が指示した場所と同じ。なのに、この流れを。He must think that it's legitimately on the manager's person. サンダso it must be directly on him. Anshar 連続三振。やっとこの回、ブルーマーズの長い長い攻撃が終わりました。連中、今度は読めなかったようだな。どういうことだ。なぜ今度は読まれなかったんだ。そもそも監督の立ち位置を変えてもサインパターンを読まれたのはなぜだと思う。On him。やはり盗聴器が複数仕掛けてあるんじゃ。だったら今のパターン変更だって読まれてたはずだ。確かに。それが読まれなかった。確信したぜ。盗聴器は一つだ。そしてそれは監督の声を確実に拾え、かつ見つかりにくい場所に仕掛けられている。無理だろう。一個の盗聴器で動き回る監督の声を拾うなんて。できる。It's on his body。盗聴器も一緒に動けばいい。どうやって。誰かが盗聴器を持って監督の周りをうろつくのか。まさか、まさか、Wait. このベンチ内に The assistant coach? 持っている人間が。Why do we keep seeing the guy on the right? この中に本当短絡的なやつだな。
チームにスパイなんて潜り込ませないでも、部外者でいつも近くにいるやつがいるだろうが。So what is the ball boy? 監督が常に立っているあの場所はボールボーイの待機場所からは。But even when they were moving, それにさっき監督が場所を変えて指示を出した時、あいつら大した用もないのに雑用を装って二度ともメンバーの輪のすぐ外にしゃがんでいた。Oh. おそらく服の下にでも小型マイクを隠してるんだろう。それなら確実に監督の指示を盗聴できる。おまけに置きっぱなしにしない分だけ盗聴器が見つかるリスクは極めて少ない。そうか。それでさっきお前は。These blue Mars are tricky, tricky. ボールボーイをベンチから遠ざけた。だからサインパターンの変更を読まれなかったのか。くそ。謝るなって。何？仮に盗聴器が見つかったとして。それがブルーマーズの指示だという証拠はない。それよりも、At that point, it's a league investigation, man. ここまで取られた7点、取り戻すのに、奴らに協力してもらおうじゃねえか。ん？ボールボーイが？秀口、声を抑えろ。徳地、どうするんだよ。決まってるだろ。やられた分はきっちり返す。That's my boy, Kuch-kun. That's my boy. 狙い玉を絞っていき。このままじゃ舐められっぱなしだからな。狙い玉はストレートだ。いいな、みんな。変化球は捨てるんだ。絶対にダメダメ。ダメよ。変化球に手を出すな。ストレートを狙っていけ。I'm honestly surprised nobody has pointed out their manager, whoever that guy is sitting in the dugout on his laptop. Just fixed to it. みんな、点を取ったからって気を抜くな。ゲームセットまでは野球は分からないぞ。はい。沢村、向こうはストレート狙いで来るぞ。徹底してカーブで攻めろ。分かりました。いつも情報サンキューです。ブルーマーズの指揮官は、球界の宝と呼ばれる天道監督である。だが、実質ベンチ内の命令系統の中心にあるのはこのヘッドコーチ城岡隆、バガブーズ城岡監督の弟で、このプレミアムの生みの親である。ストライク！あっと先頭打者近藤、あっという間にツーストライクと追い込まれました。2つ続けてカーブだったんで、次は絶対ストレートだ。次のストレートを見逃すなって近藤にサイン出しといて。はい、わかりました。お前らがストレートを待つ限り。Dang. The older brother actually like uses his brain instead of cheating. This guy can only use underhanded methods. 指示通りのカーブだったのに。中継挟んでサード。セーフ。スリーベースヒット。リカオンズ初めて三塁にランナーを進めました。あの野郎、ヒットになったからよかったものの、カーブに手出しやがって。ち、近藤の勝手な判断か。はあ、ひょっとして白髪疲れてきてカーブが甘くなってきてるんじゃないですか。おう、なら早打ちはせず粘るようにしろ。ならこっちは遊びだ。Oh, they're actually setting him up now. They're playing into it.ピッチャー投げた。バントバントこれは読んでなかった。セーフセーフセーフ、ワンラン。どうなってるんだこれ。簡単なことさ。盗聴されてる監督と選手の意思をずらしたんだよ。意思をずらす。さっき監督とコーチ以外の全員にこのメモを回した。ベンチからのサインを特地の出す数字でスライド。スライド。スライドとはバッテリー間のサイン変更に使われる手段の一つ。例えば1から3までのサインがあるとして、3のサインを変更するために2ダウンというスライドサインを出すと、3
3のサインから1のサインへ変更となる。今の打席、コーチのサインは初球待てだった。それを俺は3アップというスライドサインで初球スクイズにしたのさ。おお、そうか。I see, I see。 それが三原監督の指示だと思って。監督と打者の意思のズレか。そしてこの作戦の最大のポイントは、監督もコーチも俺がスライドサインを出してるのを全く知らない。 Dude, it's crazy. He knows so much about baseball. 特地の作戦は的中した。リカウンズはこの回の攻撃、特地のスライドサインによるブルーマーズの盗聴の裏をかくプレーで瞬く間に追い上げる。ブルーマーズの指導家はイヤホンから聞こえてくる三原の声に翻弄されていた。ヒットが出るたびに不満と。It sounds like they're not even looking anymore. They're just trying to utilize the wiretap. しか思わざるを得ないのである。あいつ俺のサイン無視して初球打ちやがった。文句言ってやる。ダメですよ。成功した時は見逃してやれないと。盗聴している情報に頼り切っていることで、自分が迷宮に追い込まれていることを指導家は気づいていない。今や試合の主導権は完全に特地の手の中にあった。Good stuff, Cooch。この回までに4点を挙げる猛攻で3点差まで追い上げた。追われることを恐れるな。この後こっちが点を取ればいい。相手より多く点を取れば試合は勝てるんだ。はい、はい。打った。当たりは大きい。ランナー二塁を回った。セーフ。先頭打者高槻、いきなりスリーベースヒット。ブルーマーズすかさず反撃です。4番ファースト、ロドリゴ。The hell's。おっとここでバッターは。You know what? We still haven't seen William, the guy that puts freaking water in the baseballs.We still haven't seen that. ここで三原監督動きます。ピッチャー西岡をファーストに、ほんでもってピッチャー交代。徳地だわ。徳地くん。おっとやはり。That's what we're waiting for. 徳地の登場ですね、石本さん。西岡をファーストに入れたっちゅうことは、この後も基本的には西岡が投げて。ピンチになったら特殊が投げるっちゅう例の方やね。そうこなくちゃ。え？奴が出てこなくてはせっかくの俺の計画も進まん。 Is he behind this? 特殊ノーアウト三塁、主砲ロドリゴが打席というこのピンチに全く動じてません。笑っております。特殊連投で疲れたお前などロドリゴの一発で沈めてやるよ。確かに。Did not try to shit talk to Okuchi, man. 余計な球など一球も投げたくない。だからこいつは三球で終わらせてやる。なんと特地ロドリゴを三球で仕留めると宣言。舐めとるわ。この男ほんま野球を舐めとるわ。なあ。He's probably the best thing to happen to baseball. Last one, baby. Too much pressure.ストライクアウトルー。ストライク、バッターアウト。ロドリゴ、ユッソカス。宣言通り三球で仕留めました。ストライク、バッターアウト。空振り三振。Holy, what a crowd！六回裏ブルーマーズの攻撃を三者連続三振に抑えました。やってろやってろ。いい気になってマウンドに上がったのが運の尽き。罠にはまってるとも知らずにな。What's this guy talking about? 特地
ブルーマーズが仕組んだトリックスタジアムへの反撃に出た特地とは。だがその前にはさらなる卑劣な罠が待ち受けている。We'll find out what's about to happen. Okay, like, comment, subscribe. I'll see you tomorrow.